こんにちは、こんばんは、清流です。もうすぐお彼岸ですね。お彼岸って何なのでしょう。お墓参りに行ってご先祖様の供養を行う期間というのが一般的な答えだと思いますし、日本の風習にもなっています。ちなみにお彼岸は春分の日の前後3日間、計7日間です。令和3年の今年は3月の20日が春分の日ですから、3月17日から3月23日までがお彼岸です。ご先祖様の供養といえばお盆との違いは何？と思うのではないでしょうか。お盆はあの世から帰ってくるご先祖様をお迎えして供養します。がしかしお彼岸はご先祖様が帰ってくる話は聞いたことがないですよね。お彼岸はこっちの世界、つまり我々のいるこの世界とご先祖様がいるあっちの世界が最も近づく日なので、個人との思いが通じやすくなると言われているので国用を行うのです。仏教の用語的には仏様のいる世界が彼岸で、我々がいる世界が死願、このような字です。死願、どちらにも岸の字が入っています。つまり彼岸と死願の間には川が流れているのです。そうです、生と死の世界を隔てているあの有名な三途の川です。ちなみにあっちの世界では同じ価値観の人としか交わることができないそうです。こっちの世界でいろんな価値観の人と交わることで心を鍛え、魂を磨き、修行せよということなのでしょう。こっちの世界でしかいろいろな考え方の人と出会えないと思うと、出会えた人との縁は今まで以上に大切にしていきたいと思いました。それと彼岸の語源はインドのサンスクリット語だそうです。煩悩や迷いが生ずる死願である、この世から悟りの境地の彼岸である、あの世へ行くための修行を行うことや悟りの境地に達したことが本来の意味だそうです。しかし外来語としてはるか昔に日本に入ってきて、もともとあった日本古来の信仰や風習考え方ともともとの意味が混じり合って日本独自の風習となったようです。日本は古来から外の文化などを取り入れて独自の文化にしてきたのです。今も昔も変わっていませんね。
それでは今回はこの辺で終わりにします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは See you soon. Have a good day.